おはようゴンザレスパラレルです。さあ今日は2017年のアルビレックス新潟の、サッカーカードを1ボックス開けたいと思います。狙いはですね、あんまりサッカー詳しくないので、このゴールゲッターカードに選ばれているホニ選手と山崎選手と田中達也選手、ここら辺出ればいいなと思います。でですね、箱にサインが決まってるようですので楽しい開封になるんじゃないかと思います。ではささっと開けますよ。1パック5枚入りですね。はい、こんな感じです。ではいきます。バック目、はい、合計1320枚直筆サイン投入と書いてありますよ。はい、いきます。はい、これがレギュラーカードみたいですね。違うわ、これがレギュラーカードですね。はい、ジャン選手です。パトリック選手、ジャン・パトリック選手、これもレギュラーカードですね。インサートがない分集めやすいかなといった印象ですね。はい、これは何のカードでしょう。ゴールゲッターですね。田中達也選手でしょうか。はい、これは監督ですね。三浦監督ですね。はい、はい、はい、マスコットですね。破りましたね、監督が。1ボックス20パック入ってますね。はい、名前がわからないので、顔を見てもさっぱり誰だかわからないんですが、地元のチームなんでね、早く J2 から1年でね出てきてほしいですね。アップですね。鳴岡翔選手ですね。森田選手ですね。多分これゴールキーパーですね。ゴールキーパーですね。はい、この選手はホニ選手ですね。ホニ選手の直筆を引いてみたいですね。はい、真ん中の列も少なくなってきました。ボール持ってない写真ですね。こちらもボールはありませんね。さて、
お、サインが出ました。背番号5番のディフェンダー前の高則選手です。シリアルは40分の39。はい、出ましたサインです。はい、まずは1枚出ました。さあ最後の列です。川口選手ですね。ゴールゲッター山崎選手ですね。山崎選手です。失礼しました。最近は濁らない名前の方が主流のようですので、濁らずに紹介してしまいましたね。ボール持ってますね。これはボール持ってますよね。はい、亀田製菓のマークが入ってますね。ハッピーターンのマークが入ってます。西村選手ですね。ラスト3パックです。大野選手ですね。はい、ラストです。おー、サインが1枚しか出てないのですが、どうなるんでしょうか。1枚で終わっちゃうのかな。はい、あ、なんか横っぽいです。サインっぽいですね。どうやって見たらいいでしょうか。縦だね。はい、じゃあ顔から見てもらいましょう。じゃん、誰でしょう。はい、大谷選手、大谷幸喜選手ですね。40枚限定の27番。はい、当たりました。背番号1位のゴールキーパーですね。はいはい、以上、開け終わりました。1ボックスということで、サインカードはちゃんと2枚出ました。はい、よかったよかった、ありがとうございました。